俺はレベリオの襲撃に加担している。病院の少尉軍人がエレン・イェーガーだと知らずに手紙を区外のポストから彼の仲間に送り続けて、レベリオで大勢殺された。だからウドとゾフィアも俺のせいで死んだ。そう、あとお前が好きだ。お前に鎧の巨人を継承してほしくないから戦士候補生になった。俺と結婚してずっと幸せでいるためにお前に長生きしてほしかった。何言ってんの。俺は巨人になっちまうかもしれないから、もう言い残すことはねえ。行こう。お前が脊髄液を飲んだことをジークさんが知れば叫びを阻止できるかもしれない。